ジンボアはに四次ヒドロキシマイナス七メトキシマイナス一、四ベンゾオキサジンマイナス三ンの略称であり、天然に存在するヒドロキサム酸、ベンゾキサジノイドの一種である。ジンボアは、トウモロコシ並びに関連する稲科植物、特に小麦において構成的に存在する強力な構成物質で、昆虫、病原性心筋、バクテリアといった、 広範囲にわたる病原に対する自然防御として働く。大麦では、ジンボアではなく、グラミンが機能する。1962年の小麦のサビ病の方針の発芽を抑制したことが報告されてから注目され、トウモロコシにおいては、ジンボアは、ヨーロッパ側の名画の幼虫及びその他多くの害虫に対する自然防御として機能する。金夜。 害虫の被害に遭ってからジンボアが有利して作用する。ジンボアの厳密なガニ有量は、おののの植物間で異なるが通常は、治病の時に高濃度の蓄積が見られ、成長するにつれて濃度が減少する。ジンボアはグルコース配当体として、液胞中に蓄積されており、植物細胞が障害を受けると、タグルコシダーゼが作用しアグリコンが有利する。ベンゾキサジノイドは、 例えば、ライ、麦パンを食べた人の血中及び尿中から、ジボアやジボア GLC などとして検出されており、健康に有益な効果を持つか研究中である。ジンボアをはじめとする、ベンゾキサジノン類は、トリプトファン性合成の中間体であるインドールマイナス3グリセロールリン酸から一連の生、合成遺伝子によって生合成される。ありがとうございます。